上手な人はめっちゃ稼げると思う。はい、もう一個いきますね。モンスターズインクのセットツム、これはねマジでやばい。これ今シーズンというか、もう今年はこれ以上に強いツムは出ません。多分来年も出えへんと思う。それぐらいエグいっす、これ。初見、これ、いっちゃい、とりあえずやりますか。はい。フルアイテムで遊んでみたいと思います。この粒、マジで優秀なんで、三が日セレモニーにコインを稼ごうとかじゃない。もう、この粒をマジでゲットしてほしい。127やで。いや、見た。127証拠やで。200万で1体です。おめでとうございます。200万で1体か。いや、でもこの粒マジで優秀なんで、育てるべきだと思いますよ。見て。124、えぐない。1回ぐらいしか聞けない。頑張ろう。110。でも、奇跡が起きるかも。113。120。すごすぎる。サイレント修正。サイレント修正なんすかね。でもこれね、この残り時間で爆発量が決まるんで。めっちゃ稼ぐでしょ？えぐいでしょ、これ。修正かかるかな？やりすぎましたって言って。128。余裕で1万超えっす。あ、しけた。6にしないと使えない。いや、そんなことないです。低スキルでも、低スキルでも強い。ちょっと今コメント読めない、すいません。超集中モード。これすごない？110。ここが失敗したなー。あー、ちょっと待って。これも行くよ。どうかあー、ミスったかもー。あー、無理やった。波ネロがいいじゃん。波ネロ超えましたか。波ネロ超えましたね、これね。ちょっと戻るね。スキル3なんやけど、スキル3なんやけど、6にしないと使えないでしょ。ね、低スキルでもね、強いと思いますよ。初見で、14000コインやったんですよ。で、何ってなった。はい。今、フルアイテムでしたけど、別にこれ、スコアはいらない。でも、ボムアイテムは必須かな。ボムと、タイムはつけた方が、まあ、
いいと思うんですけど、まあなくてもいいと思うんですけど、ボムアイテムは必須やと思います。はい。で、スキル1の初見プレイで、3000コインぐらいやったかな。フルアイテムで。で、54のみで2500弱、2000ちょっとやったかな。なので、スキル1でも全然強いと思う。中性かかってもおかしくない。それな、なんかさん。そう、コイン稼ぎしてこようかな、マジで。はい、波で超えたと思う。これで来月強いの来てるんだけど、それな。いや、でもね、正月まとめ戻った200コイン。そうそうそう、さっきもその話してたんですよ。あの、占い師さん。あのね、正月に、もしコインをなんか貯めようと思っているのであれば、こいつ行った方がいいと思う。正直。そう、これはマックスじゃないとね。で、とりあえず1体ゲットしといたら、あとは、スキルチケットで、マックスまで持っていけるので、これスキルマックスまでの必要粒数36なんですけど、35枚で、持っていける。スキチキがないですよね。マジか。おぉ、じゃあスキチキ頑張って貯めましょう。最近のつむつむスキチキめっちゃ作ってくれる、出してくれるんで、